今日はですね、くくり罠に80キロのイノシシがかかってました。ちょっと危ないのでですね、応援を呼んで、射殺してもらってですね、鉄砲で、止めやしてもらって、今解体が終了して半分ずつですね、半分ずつしました。今日はオスです。オスの85キロぐらいありましたね。かなりでかかったです。で、今からですね、家の中で、昨日は外でしたけど、燻製は臭いですからね。今日は家の中で真空パックをしていきたいと思います。今、なかなかですね、シワが寄ったり、いろいろするとですね、真空がかかりません。結構難しいですね。大丈夫かな？ああ、来ましたね。今日は、これが、肩ロースですね。もも肉。半分ずつだから、10キロ。15キロぐらいありますかな。結構大変なんですよね。手袋をしてですね。自分の解体場では、素手では絶対触りませんね。素手で触った場合は、使用しません。焼いて食べるぐらいしかですね、人には譲ったりしません。まず手では触りませんね。アルコール消毒および手袋は絶対使い捨てでどんどん変えます。料理用は黒の、整備用手袋を使います。家の中ではこの、薄いやつですね。これでいきますね。あ、これダメですね。シワが寄ったんでしょうね、中に。真空がかかりませんね。ダメです。これは中にシワが寄ってるんですね、ここですね。真空がかかりません。微妙なあれです。もう厳しいかな。これも難しいかな。一番でっかい30センチの25センチの32センチですね。無理ですね。真空がかからない状態です。こういう時はですね、イラッとしますね。ちゃんと揃えて、シワを伸ばして、よいしょ。まあ、今度はいい感じですね。このように縮むように真空がかからないとダメです。はい。ということでですね、真空パック中です。ご視聴ありがとうございました。電話かかってるな。はいはい。